バカな練習はやめろ。猫田のパンチで顔を歪めてた。奴は腹が弱えんだ。骨が折れちまう。拳を壊しちゃ試合はできない。そうなったらそれまでの拳だったってことさ。俺には猫田のような反射神経も勘もない。図体のでけえやつとパンチ交換すりゃこっちが先に参る。ならば一撃だ。一撃必殺の拳を作るしかねえんだ。なんて無茶な。しかし鴨川の武器はこの石の硬さ。鉄のように硬い石が剣闘家鴨川源氏を支えているのだ。練習ですか。随分久しぶりかと。猫田のボディーブローは効いた。見られた以上狙われるだろう。汗の量が物語る。本気になっている。戦前はウェルター級の世界5位、前向きの素晴らしいボクサーだった。戦争がなければ今頃輝かしい座についていただろう。彼もまた戦争の犠牲者なのだ。元の姿を取り戻そうとしている。日本人の勇敢さには敬意を表する。しかしもはや万に一つの可能性も摘み取られた。バカな。ハンマーでもなければこんなこと。これを拳でやったというのか。だとしたら今の鴨川の拳は鉄槌、鉄の石が生んだ鉄拳。じゃあ行くぜ。